こんにちは、ミルクティー飲みたいです。ということで、今日は結構ヤバい系のそっち系の話になるんですけれど、まず皆さん桃太郎電鉄っていうゲームをご存知でしょうか。プレイヤー4人がサイコロを振ってゴールに行きながら所持金を競うっていうゲームなんですけれど、最初はみんな同じところから始まるんですけれど、気づいたら必ず1人ダントツのお金持ちが生まれて、そして必ず1人意地悪なカードを使って場をかき乱すやつっていうのが出てきて、でビリの人のイライラが頂点に達して切れたところでゲームが終了するっていうゲームなんですが、神がこの仮想世界を作ったとするならば、みんな同じ性格だったら面白くないので、あえてそれぞれの民族ごとに違う性格になるように作ったんじゃないかって思うんですよね。その方が面白いですし、結末が予想できない。神は今もそんな僕たちを観察しているのかもしれません。そして昨今世界を騒がせている日本からすぐ近くの面白い国がありますよね。中華人民共和国、チンジャオロースや小籠包を生み出した国。日本と中国っていうのは地理的にはこんなに近いにもかかわらず、あらゆる面で違う世界観や価値観を持っているなっていうふうに感じることって多々あると思うんですけど、最近でも香港デモからの国家安全維持法であったり、インドとの武力衝突、潜水艦での動きなど、僕たちからするとなんでそんなことするのって思うことだと思うんですが、彼らの歴史をたどってみると、勝てば官軍、負ければ負けた方が全て悪いというのが中国の伝統なんですよね。都市伝説といえば秘密結社ですけど、フリーメイソンやバラ十字団なんかは今では多くの人に知られる秘密結社になりましたね。それらはかつて歴史の陰で暗躍してきたっていう風に言われたりしますが、じゃあ今世界で最も影響力を持っている秘密結社は何かっていうと、もしかしたら中国の秘密結社なのではないかという都市伝説です。ちなみに今回の都市伝説はまず日本で語られることっていうのがほとんどない話なので、僕も 2,3 年前に1回話したことはあると思うんですけれども、僕自身まだわからないことがたくさんあるので、その辺に詳しいという方がいたらよかったら教えてください。まず皆さんに中国の秘密結社といって一つでも思い浮かべられる方はいるでしょうか。おそらくほとんどの人は思いつかないんじゃないかなと思うんですけれども、これだけ日本に近い国にもかかわらずその情報がないっていうのは、第二次世界大戦までは日本にも中国の研究資料というのはたくさんあったみたいなんですが、それらは中華人民共和国になった際に表の歴史から消されたって言われていて、さすがやることはいかついなと思うんですけど、古くから中国の歴史の裏には秘密結社があったと言われています。例えば義和団事件や太平天国の乱というのは秘密結社によるものだと言われています。もっと昔をたどると、キングダムの一巻に出てくる主教っていう殺し屋がいると思うんですけど、そういった刺客的な仕事も秘密結社の務めで、日本でいう忍者を想像してもらえればと思います。また中国といったら中国憲法ですが、中国憲法も秘密結社の側面があったと言われていて、もしも中国憲法とかカンフーの使い手が自分を殺しに来たって言ったらもう終わったって思いますよね。でも今はその頃の状況ともまた少し違っていて、今世界で起こっている経済、政治、軍事のその裏側にはおそらく中国の秘密結社が関わっていると言われているんです。例えば現在アメリカで起こっている抗議デモ、皆さんはこの出来事がいきなりこんなに話題になったことってなんか不思議だなって思いませんでした？確かに衝撃的な映像だったことには変わりないんですけれども、都市伝説モードで考えてみると、世の中で起きている世界的ムーブメントの裏では必ず何者かが糸を引いているっていうふうに考えた時に、ある説があって、実はその裏には中国共産党が関わっているのではないかと言われていて、中国共産党が中国人留学生に対して資金支援をしてデモを煽っているっていう証拠として、ある留学生がデモで奪ったグッチのバッグを自慢しているツイートっていうのが見つかっていまして、どうやら彼は共産党から資金をもらっているそうなんですよね。またタイミングに注目したいのは、今年の11月にアメリカ大統領選が行われますよね。そんな選挙前のこの時期に世界中のメディアがこのニュースを一斉に取り上げたことで、事態がさらに悪化したっていう見方もあって、もしこれが中国の戦略だったとするならば、世界中のテレビ局や新聞社はすでに中国の手の内なのかもしれません。あくまで都市伝説として聞いていただきたいんですが、昔の話をしますと、中国っていうのは国土が広いので昔から争いが絶えませんでした。歴史上栄えた政権っていうのが衰えたら、新たな皇帝が出てきて新しい政権が誕生し、その都度歴史が塗り替えられてきたというのが中国の歴史であって、
て今の皇帝が習近平ということです。そして必ず表の権力と裏の権力両方あって初めて中国全土を支配することができるわけです。それは逆説的に言うと中国の政権っていうのはいつ誰にひっくり返されるかわからないという恐怖からグレートファイアウォールって言っておよそ数十万人から200万人に及ぶネットポリスって言われる人たちが中国のインターネットや SNS を24時間体制で監視していると言われていて Facebook、Twitter、YouTube また政府に都合の悪いニュースなんかを調べるとそれに引っかかってしまうと言われています。引っかかるとどうなるのか想像するとちょっと怖いですよね。ではこれまで中国にどのような秘密結社があったのかっていう話をしていくと中国を大きく分けて北と南に分けた時に北に白蓮教南に天地会という組織がありました。白蓮教はもともと弥勒菩薩なんかを信仰していた宗教でかつて政府から邪教として弾圧されたことで地下に潜ってそれが秘密結社化したって言われています。日本でも昔隠れキリシタンっていう方々もいましたが宗教と秘密結社っていうのは密接なつながりがあるんです。今ではどうなっているのかわからないんですけれどもかつては政権をひっくり返すほどの力があったと言われています。そして天地会、天地会っていうのは皆さんも聞いたことがあるかもしれないんですが別名があります。それが三号会または本面、それが別名チャイニーズフリーメイソンなんていう呼ばれ方もしていてこれは現在も存在している中国マフィアのような組織で北米や日本、ハワイなど世界中のアジア人が多い地域に存在しているのではないかと言われています。三号会はトライアドとも呼ばれていて有名な組織に 14K っていうのがあって香港に10万人ほどいると言われていまして映画のディパーテッドのモデルになっていると言われています。ただ誤解されやすいのがフリーメイソンとは違う組織みたいです。他にはチンパンという組織もあります。上海は昔はマトと呼ばれていて彼らはかつて上海の発展とともに大きくなっていた組織でアヘン戦争によって一気に力をつけたそうです。ただ今では政府に追いやられていて台湾ら辺で活動している。そのように秘密結社といってもたくさんあるんですが僕らが知る秘密結社と中国の秘密結社っていうのは少し形が違くて西洋の秘密結社が伝統的な宗教や血統っていうのを守る組織に対して現在の中国の秘密結社っていうのは都市開発の裏でアウトローなことをやっている組織といった方がいいかもしれません。それはかつて宗教的な部分に重きを置いていた北側の組織っていうのが南側の経済に重きを置く組織に吸収されていったことなどが理由なんじゃないかと言われていてとはいえ中国っていうのは土地も広くて世界1位の人口を誇る国なので全く国としてのまとまりっていうのがなくて性格の違う組織っていうのがバラバラに存在しているので秘密結社といっても一括りにすることはなかなか難しいんじゃないかなと思います。では続いて秘密結社とは少し違うんですけれど秘密結社の裏にいる人たちっていう意味でまるでユダヤ人たちのように血統を重んじてビジネス的才能が他の中国の民族たちと桁外れに持っている一族っていうのがあってそれが白化っていう人たちです。白化っていうのは昔から中国に住んでいる人たちではなくてある時期から中国に入ってきた人たちのことを指す言葉です。なので外来の客人という意味合いで白化って呼ばれていて団結力や行動力がすごいことから中国の大物政治家や大富豪の多くは白化出身だと言われています。なんと一説によるとあのユダヤ人の血を引く一族という説もあります。中国っていうのはこれまでたくさんの争いがあった分戦いの勝ち方というのを知っていて孫子の兵法は未だにビジネスの中で戦略として勉強している人も多いですよね。中華民国を作った孫文も白化だと言われています。現在中国に圧倒的な力で君臨している習近平政権がなぜアメリカなんかに対してもあれだけ強気な態度を取れるかっていうと裏で白化を味方につけたからではないか。中国の人口っていうのは皆さんご存知ですよね。約14億人です。さらにかつて一人っ子政策の際に存在しない人間とされた戸籍を持たない子どもたち兵配率が 1% ほどいるということで実際の人口は不明です。そんな中近年豊かになった中国人たちが留学生としてまたビジネスで海外に行く人たちが増えてその人たちやその人たちの子孫のことを華僑と言います。華僑は中国の中でも裕福な層だと言えると思うんですがその中の10分の1が白化だと言われていてそのうち3分の1の富を彼らが持っているそうです。今世界中の東南アジアとか北米、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアなど各地にチャイニーズタウンがありますよね。それ以外でも多くのビジネスにおいて各大都市に中国人たちは根付いています。
づいていて、その中心にハッカネットワークというのがあって、さらにその裏側には用心棒などいろんな形で先ほどの秘密結社が存在しているのではないか。中国は現在そんな彼らの権力や財力を持って WHO などの国際機関の幹部に中国人たちを入れたりだとか、お金の力でメディアをコントロールしているんじゃないかとも言われています。なので今の中国の政権というのは、世界から何を言われようが気にする必要がないと言っても過言ではないんです。日本でも中国人観光客のインバウンドに頼りすぎてきたことで、観光業や販売業っていうのが苦しい状況になっていると言われていますよね。それも全て彼らの思惑通りなのかもしれません。これは嘘か本当か怪しいんですけれども、以前中国の2050年の戦略地図っていうのが流出したっていう噂があった時に、東南アジアからオーストラリア、またインドから日本っていうのが中国の自治区になっているっていう地図があって、もしかしたら彼らの中にはそういった計画があるのではないかという説もあります。そして怖いのは、これは最近 FBI 長官が警告を出したんですが、 FBI は現在10時間に1件の割合で中国からのスパイの案件に接しているらしくて、現在 FBI が対処している5000件近くのスパイ案件のうち半数が中国絡みだそうです。内容は防衛装備から風力タービン、トウモロコシの種子などに関してもスパイが潜り込んでいて、その情報を流しているらしいです。ということは、間違いなく僕たちが住むこの日本においても、すでに日本のいろんなメーカーやメディア業界、また農業だったり、ありとあらゆる場所に何食わぬ顔をしてスパイがいるかもしれません。もしかしたら皆さんのすぐ隣にいるかもしれない、なんて考えると少し怖いですよね。ということで、いかがだったでしょうか。ちなみに僕の知り合いには中国の人でいい人っていうのもたくさんいるし、事実優秀な人もたくさんいて、ご飯も美味しいし、文化も素晴らしいものがたくさんあると思います。なので個人的にはこう世界とうまくやっていけたらいいんじゃないかなとは思うんですが、国として見た時に、彼らは彼らなりのやり方で地球版桃太郎伝説に勝ちに来てるのではないかということで、今回の話は以上になります。皆さんの好きな中華料理は何でしょうか。僕は麻婆茄子です。ということで、こういう話が好きな方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。